もしもし。まずは、今日買った書籍。国際会計教科書、バティック、サブジェクト2。あとは、バティック、サブジェクト1、過去問題集。次は、サブジェクト、完全攻略テキスト。次は、バティック、公式テキスト。次は、過去問題。次は、過去問題2020年。サブジェクト1とサブジェクト2。です。バティック公式問題集。で、これが最後で、バティックサブジェクト1公式問題集。終わりー。